2019年ロータックスマックスチャレンジシリーズ第3戦ジュニアマックスの暫定表彰を行います。優勝はゼッケンナンバー15チームシュドードのシュ選手、第2位にはゼッケンナンバー7アシュウィズケンピーバズホラチ亮太選手、第3位はゼッケン23番シスルレーシング玉橋優月選手、おめでとうございます。表彰台に上がっていただきました。まずこの3選手にはウィナーズキャップをお渡しいたします。おめでとうございます。どうぞの選手、ホラシ選手、もう最後まで目が離せないようなバトルを見せてくれました。速さを見せつけた玉橋優月選手もこのレースを引っ張っていく、そんな場面も多くありましたね。それではシャンパンが手渡されました。それでは開けていただきましょう。思いっきり振っていただきます。先生はいきますよ。シャンパンファイト。ゆずき選手は若干遅れながらのシャンパンファイトとなりました。おめでとうございました。それでは足元に置いてください。続きまして選手のトロフィーを、勝利を飾りましたドードのシュ選手に贈られます。おめでとうございます。オラチ亮太選手に、そして玉橋ゆずき選手にもトロフィーが贈られました。おめでとうございます。皆さんちょっと表情が硬いですね。もう戦い抜いた、そんな表情なのかもしれません。続きまして賞金ボードを送ります。トロフィーを足元に置いてください。勝利を飾りましたドードのシュ選手に賞金3万円が贈られます。第2位のホラチ亮太選手にも賞金1万円が、第3位になりました玉橋優月選手、本人としてはちょっと悔しい思いかもしれませんね、賞金ボードが贈られました。おめでとうございます。じゃあ皆さん高く上げましょうか。いきますよ、せーの、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。それでは賞金ボード足元に置いていただきます。ありがとうございます。じゃあ続きまして足元に置いていただきましょう。そしてトロフィーを持っていただきまして、写真撮影へと進みたいと思います。ドードのシュ選手、一歩前に、もう一歩、もう半歩ぐらい前に、はい、お願いします。大丈夫ですか、トロフィーで顔隠れてないですか。FP ジュニアでも勝利を飾りましたドードのシュ選手、こうして勢いをつけてまた勝利を取りました。それではお話を伺っていきたいと思います。優勝しましたドードのシュ選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ようやく笑顔見られましたね。タイムトライアルは今日はちょっと沈んでしまったんですけれども、そこから見事上げてきました。こうして優勝を飾って、今どんな、今日一日振り返ってどんな気持ちですか。初めてジュニアマックスで勝てたのでよかったです。他にも FP ジュニアなどでも勝利を飾りました。これまでも数々の勝利飾ったり、トップチェックを受けてもペアリング規定とかもあったり、悔しい思いもしたんですけれども、こうして勝利、おめでとうございます。明日もまたレース続きましたけれども目標を聞かせてください。明日はパーフェクトウィンで勝ちたいです。明日も期待をしております。見事優勝ドードのシュ選手でした。おめでとうございます。改めてご紹介いたします。ジュニアマックスクラス、第3位は玉橋優月選手、第2位ホラチ亮太選手、優勝はドードのシュ選手でした。おめでとうございました。